お疲れ様です。9月13日金曜日朝6時の相場解説になります。えっ、ー、と、前回 FX オリガルヒで放送したのが3時間ほど前だったんですけども、その時にはね、まだ142円台だったんですね。で、私は昨日から141円台でマーケットが作られてるっていう風に踏んでいたんですが、昨日はそうはなりませんでした。でも今日はさすがになるのかなと思って網を張っていたら、今141円の744まで降りてきましたね。 141円台に入った瞬間に私の場合はセルでポジションを持ちましたんで今含み益を取っているところですけども今日は141円台でやっぱりマーケットが作られるような気がしますねじゃあですねデイリーの方から見ていきますはい1日足ですけどもギャラクトレンドは全然変わってないでしょずっと変わってないですよねでこちらの方に弾かれてどん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 今ね帰りがずっと続いてるところですで昨日は あの、142円の方のマーケットにちょっと入っていたところがありましたけども、急速に押し戻されて今14、141円台に入ったってところが、この図から見えると思います。今後もですね、このヒゲ先を抜けたら、さらに下の方に沈んでいくことが考えられます。FRB の発表があったら、まあ当然ですけども、130円台、やっぱり行くでしょうね。やっぱりこう、先週ですね、147円から143円にぐーっと沈んだんですよ、先週。 今週は143円台から141円台に推移してきたってことで、週間トレードも思った通りになったかなってとこです。じゃあ4時間ですね。4時間ですけども、ほら、一旦上の方に上がったのが今、この2つのゾーンの下に食い込んだでしょしかも、こちらのピンセットみたいなヒゲ先2つも下回ったんで、やっぱり遅くてもここでセルに入らないといけないよってことは、ここで認識しておきましょう。 まあ時間が時間なんで入れた方って少なかったと思いますけども、あでもね、あの、もしリアルタイムでチャートを見ていたと仮定したら、ここで入るポイントが来たってことは今認識しておいてください。まあ事後解説としてね。特に強いこれ陰性が出ましたね。一気に進みましたね。はい、じゃあ最後1時間をもう一回見ます。4時間単位で見ると大きく強い陰性が出ましたけども、まさにこれが 方向性を形作って、このゾーンを一気にぶち抜いたってことになります。同時にこの髭先も抜けましたんで、あの、リアルタイムで見ていた方はね、悪くてもこの髭先でセルに入るっていうことは覚えておかなくちゃいけません。で、私の場合は繰り返しますけども、141円台に入ったらセルを入れるっていうふうに、 昨日から決めてましたんでね、昨日はそうならなかったんですけども、今日はなったんで、まあ金曜日、難易度はちょっと高い曜日になりますけども、すでに今日の分の日当はクリアしてるって感じでございます。あとはね、どの辺りまでセルが進んでいくのかってことですけども、今目論めるのはこの実体を揃えたところなんじゃないかなと思います。ですんで、あとね、20ピップスから30ピップスは下に沈むことが見込みますね。ただ気になるのは、陰線が だいぶ習って、三バガラス以上を作ってるんですけども、ね、あのー、黒四平、黒五平っていう言葉はないですけどもね、そこまで言ってるんですけども、ただ、どんどんロウソク足が短くなってますよね。で、下髭がちょっとね、上髭よりも長いのが出始めてるんで、ぼちぼち一旦止まって、理覚組が調整を作って、戻り売りを作るんじゃないかなと思います。戻り売りがあり得るとしたら、ネックラインを作った上で、そこを越えたらね、 セルに入るってことは今日のポイントになりますんで覚えておいてください。それじゃあ今回は以上です。今日は141円台で展開するということで昨日のあ私の、ね、仮説が今日1日遅れで実現したかなってところですね。